バウチェーンは、ドイツ連邦共和国の都市、ザクセン州に属する。人口は、約4万2千人。ドイツ人のほかソルブ人も居住しており、ソルブ語では、ブディシンと表記され、氏名の表記も、1868年6月2日、まではソルブ語に準じたブディシンであった。シュプレイ川沿いの工業都市、チェコとポーランドの国境に近接しており、チェコ国境まで南に、 約15キロ、ポーランド国境まで東に約40キロ程度。近隣の都市としては、約50キロ日のドレスデン、40キロ東のゲルリッツが挙げられる。ラウジッツ地方の都市である。ドイツソルブ民族劇場バウツーンのある、ラウジッツ地方は、ドイツ内の少数民族ソルブ人の居住地として知られている。この地域に居住するソルブ人にとって、バウツエンは、政治、 文化面における中心都市として重要な役割を果たしており、町にあるドイツソルブ民族劇場ではソルブ語で演劇や人形劇などが公演されている。しかし、学校教育でもソルブ語は導入されているが、若年層のソルブ語話者は減少しており、ソルブ文化の保護にとって大きな課題となっている。旧市街地区市庁舎スラブ人の集落がバウチェンの起源である。 ポーランドとの交争を経て、11世紀前半より、新聖ローマ帝国の支配下に置かれた。その後、ザクセンとベ面メンなどがこの地をめぐって争い、14世紀前半にベ面メン王国の支配下に置かれ、17世紀よりザクセン公国の支配下に入った。1813年、この地でナポレオニッセイとロシアプロイセン連合軍が激戦を繰り広げ、 ナポレオンが勝利を収めた。1871年のドイツ統一に伴って、ドイツ帝国の一都市となった。第二次世界大戦では、1945年4月に、ポーランドソ連連合軍の激しい攻撃を受けて、占領され、その後ドイツ軍が反撃、再占領して終戦まで確保したが、一連の戦闘によって、地域は深刻な打撃を被った。 第二次世界大戦後に東ドイツの下で復興が進められ工業都市として発展した。その後、ドイツ再統一に伴いドイツ連邦共和国の都市となるが、東西ドイツ統一後に国営企業の民営化、倒産や失業率の上昇などから人口流出が深刻となり、統一前と比べて約20%ほど人口が減少している。1904年、 地域の北端に、バウゼン刑務所が設けられた。第一次世界大戦中は、フランス、ロシア、イギリスからの戦時不良が収容されている。戦後は、通常の刑務所に戻ったが、ナチ党政権下では強制収容所に転用され、政治犯やエホバの証人信者、ユダヤ人、ソルブ人など、敵対勢力と目された収容者たちが、軍事工場での強制労働に従事した。一例として、 エルンスト・テールマンはブーヘンバルと強制収容所に移される前にはバウツェンに収容されていた。ドイツ敗戦後は当初ソ連 NKDV の政治犯、収容所、第4特別収容所として1950年代に東ドイツへ返還されて以降は重犯者、長期受刑者、あるいは改善の意思がないと判断された受刑者を対象とする刑務所として存続した。 バウゼン刑務所は、ドイツ再統一に伴い1992年に閉鎖され、翌年からバウゼン記念館として一般公開されている。アウトバーン A4 号線が通るほか、ドイツ鉄道、ラウジッツ鉄道を通じて各地の都市と結ばれている。FSV ブディッサバウゼンが、バウゼンを本拠地とするサッカークラブである。東ドイツ時代には、DDR オーバーリーガのカイリーグである。 DDR リーガに2シーズン在籍した。ありがとうございます。